これがね、その考えたくないですけど、例えば土砂降りだった場合、本当っす何のね。番組だったんだみたいなふうになるんで、傘さしてる男2人が喋り続けて終わるっていはい、うそうですね。シそれーでン、も写真は撮りましょう。撮りましょうか。なるほど。そうですね。なんかだから僕、なんだろう、これ本当僕の妄想ですけどね、なんか10年後に10枚並んだらいいなみたいな、2人の合作がみたいなぐらいの CCN のなんか名物元旦企画みたいになるといいなっていう夢はあるんですよね。で、今年が雨の絵しかないとかっていうのがあると、それはそれでまあ、面白いと思うんですけどそうね。ですね。まあ1位上ね、2023で結構いいのちょっと取れてますからね。そうです去ね。年ですね。本当にね、もう3日前ぐらいから天気予報100回ぐらい見るんめっですちよゃわかりますね。わ。めっちゃわかりますわ。見てました。見ても変わんないですけどそうね、なんで結すよ。果は。もうただ見ないと落ち着かないっていそううですね。非常ね。にこちらのプレッシャーとしてもあるんですけども、やっぱりでもその分期待がでかいってことだと思うので、なんか、とんでもない写真撮って、あいつらやったぞみたいにね、岐阜県中というか、まあ、日確かに。本中にざわっと鳴らさしたいですよね、いつか。そうですあね。いつらやりやがったぞ、ついにみたいな。未だかつて見たことないですかなね、い写誰も。真を、いいことしかないですよね、その年絶対。そうですそんなん撮ね。れちゃったら。例えばその雲一つのない快晴が100点かどうかは撮ってみないと分かんないじゃ本ないで当すそうか。なんですよ。月の時まさにそれで、快晴だとやる気ないというか、なんか似た前も撮ったな、この写真みたいになっちゃうなるんほど。ですよね。で、月と岐阜城で言うなら、その雲の演出に期待をしてる部分があって、薄曇りとかが一番テンション上がるんですけど、ダイヤモンドは正解がまだわからないんで、そうですね。確かに。でも確かなに。んとなく快晴の方がシャッてなる気はしてるんですよ。で、どんな絵ができるか想像つかないですね。全くつかないでもうす。それ対応次第ですもんね。そうです、そうです。対応次第、対応空次次第。第、どん。もう、次第、うわーというか 今ですか、2回目にして。一怖瞬でいっ全すてがよ変わるっていうか、ね、本当一瞬で新す年、よ。本当1月1日早々怖いっすよ怖いでね。す。重なる。